私は現在は参議院議員でありますけれども、この衆議院総選挙に、和歌山県第2区から出馬することを決意をいたしましま自民党の派閥の裏金事件で離党した世耕弘成参議院議員は、きのう、今月27日に予定されている衆議院選挙への蔵替え出馬を表明しました。和歌山2区には、 自民党が二階俊博元幹事長の産卵・信康氏を公認予定と決めていて、保守分裂選挙となります。今回の動きについて専門家は、これはあの自立上、自民党に背く行為というふうに受け止められると思います。数年前から世耕さんは総理大臣になりたいという思いを、うん、周りの方には漏らされるようになっていました。 やっぱりどうしてもやっぱり総理大臣への思いが断ち切れないんだろうと思います。これまで参議院議員が総理大臣になった前例はないため世耕氏が衆議院く替えを強行したとみられます和歌山2区では共産党の新人楠本文郎氏無所属新人の本間七氏も立候補を予定しています